どうも、はだるこです。今日はね、ということでですね、ちょっと今、緊急で動画回してるんですけど、やばいです。マジでやばいです。どうしましょう？どうする？こちらですよ。問題は、これ何かというと、青大将の卵なんですよ。僕が野生から捕まえてきたこの、坊さん。めちゃめちゃでかくて、今、脱皮直後で、脱皮したてでめっちゃ色も綺麗なんですけど、とりあえずこの坊さんが産んだ卵に異変が起きたので皆さんに早速見せたいと思います。これダメよ。それでは早速行きましょう。さあ行くぞ。さあ行きますよ。ちゃんとわかりますか？これめっちゃ穴開いてんの。これなんてもうほら中が空っぽ。ということは？ということはですよ。そしてそれだけじゃないんですよ。これわかります？ここちょっと黒いの見えてんの。これまだ入ってるの。ちょうど出てきたと、あ、待って。この卵割れてない？さっきまで割れてなかったのに。出てきてるので言うと、これも空なの。一匹二匹がもう外に出てて、で、この下の泡だらけの、大丈夫かな？ちょっと泡だらけだな。泡だらけの一匹とこの一匹が顔を出しててまだ出てきてない状態。うわ、この調子でいけば本当に全部出てくるかもしれない。いや、めっちゃ泡ブクブクなってるけど大丈夫かな。ちょっと失礼して。こんにちは。中入ってるでしょ。で、この出てきた子たちはどこにいるかというと、あれ、いない。いた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 、いるでしょ。こんにちは。うわぁ、かわいい。ちっちゃい。見てください、このかわいさ。そして色めちゃめちゃかっこよくないですか？全然やっぱり生体と幼体で色味が違いますね。大人の青大将は、この色ですからね。おとなしいね。暴れることもなく、やっぱり親の遺伝を受け継いでるのかもしれない。坊さんもね、全然一回も、威嚇とか噛んだりもしないでめちゃくちゃ温厚な性格なんですよ。あれ、もう一匹がいないな。いた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 、いました。ほら、この子もめっちゃおとなしくてかっこいい。やっぱり出てきたな。まだ何がなん、ああ大丈夫か。いや、何より無事に生まれてきてくれてよかったです。他もね、まだ2個だけ全然割れてないのあるんで、それはちょっと生まれてくるかまだわかんないんですけど、もうひび割れてるのはほぼ確実に無事に生まれてくると言ってもいいでしょう。青大将の卵ってだいたい45日から50日で孵化するって言われてるんですよ。言われてるんだけど、50日経ちまして、全然生まれてこないの。しかももう、これ見たらわかると思うんですけど、べっこべこに卵へっこんできちゃって、加湿はしてるのにちゃんと。うわ、これやばいかもなって思いつつ、そっから1週間後、57日、生まれない。正直諦めてました。正直諦めかけてて、これはちょっともうダメかもしれないなって思ってた、矢先。だいたい60日目かな、ちょうど。60日目にして、次々と一気に生まれてきてくれました。よかった。やっぱり北海道っていうのもあって気候がちょっと寒いんで、クワガタとかカブトムシもそうなんですけど、出てくる時期が若干遅いのかもしれないですね。遅かったのかも。とは言っても部屋の中はずっと高温を保ってたんで、多分もうそういう北海道の青大将はそういう遺伝子になってるのかもしれない。だいたい60日ぐらいがかかるっていう。とりあえずこれから生まれてきた子たちを、この用意してたプリンカップに移していきます。一匹一匹。生まれたばかりの赤ちゃんは、とりあえず餌はいらないんで、一回目の脱皮、ファーストシェットって言うんですけど、一回目の脱皮が終わるまで餌は食べないんで、とりあえずこの中で水分と気温だけ保って、一回目の脱皮を待ちます。あ、カメレオンの霧吹きの時間だ。ほら、勝手に自動ミスト装置が稼働して霧吹きが終わりました。あくびした。
カブも元気です。ちょっと怒ってるかな。まずは一番元気のいいこいつから第1号。よしよーし、おいで。とりあえずはこの容器で最初の脱皮を待ちたいと思います。坊さんが外に出たがってますね。わあ、さっきより顔出てる。早く出てこいよ。はい、ちゃんと。あれから2日後ですね。3日後かな。見てください。青大将のベビー、すべて孵化しました。すべて全員、無事に元気に孵化しました。こういう感じで。9匹ね、全部で。なんと孵化率 100% です。よかった。はい、ということでですね、今回は坊さんが産んだ卵ついに孵化しました、無事に孵化してくれましたっていう動画でした。そして今回生まれたあの青大将のベビーに関しましては、僕が全て育てるわけではなくてですね、あのいつもお世話になってる、よく餌とかを買いに行く近くの爬虫類ショップがあるんですけど、そちらのお店にね、お譲りすることにしました。これはね、あの今決まったわけではなくて、もう卵が生まれた時点でそのお店に電話してお譲りするっていう形になりました。ただね、最初の脱皮が終わって餌付けする段階までは僕が育てて、そして餌を食べてくれればまあ結構体も丈夫になってきて安定しだすんで、その時点でお店に引き渡したいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの。うわ、いった。いけるか、そこ頭じゃないぞ。離した。